Star Wars 3 Premier Cup Final。 ただいまよりプレミアカップを開催します。大井競馬場、天候は晴れ、馬場状態は良で行われます。出場全14チームを紹介します。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。エルビータが先手を取りました。そして輝き出すに差し掛かります。それから青信、その外にレジェンドオブ田中、ばらけたレース展開であります。そのうちにゴールドラッシュ、さあこの直線の向こうに最高の栄誉が待ち受けています。バリクルーズはまだ後方、ようやく追い込み体勢。先頭はエルビータ、頑張る頑張る。2番手に輝く夏美、白い帽子キングオブヤート君。先頭はエルビータ、輝く夏美が2番手。1番キングオブヤート君、先頭はエルビータ。バリクルーズも懸命に追う。ロイヤルパペットがかわした。2番手にバリクルーズ、バリクルーズ、ロイヤルパペット内外同時。第1レース、1着8番、2着3番、3着6番、以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。先手を取って沖縄にオスプレイ、2番、外を通りまして5番、サニワールド船堀、それからもう1頭ラストオブアス、内を通りましてアストラルスター。さあ第4コーナーをカーブしてナンバーワンを決する直線勝負。ノイディオン直線伸びてくるのかどうか。3番手にジャパボック、依然先頭沖縄にオスプレイ、1番ヨーダンスピース、内から懸命にクリスティーヌ、先頭沖縄にオスプレイ、沖縄にオスプレイが大きくリード。2番手にヨーダンスピース、赤い帽子ノイディオン、ヨーダンスピースかわした。先頭に立った、かわした。2番手にノイディオンだ、ヨーダンスピースかノイディオンか。さあこの1着は際どいぞ。
1着1番2着3番3着11番以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。逃げ宣言をしていたネプチューンスピアが第3コーナーに向かいます。それから12番プレミアキミコ、そして内からはザンビエ同様ムーンダンスはこの辺り、それからメカハリゴテベルウィブ、ほとんどまたいが合っています。さあ各陣営の思いを乗せて14頭がゴールを目指します。ムーンダンス直線の伸び足はどうか。3番手にダイレクター、先頭はマタダメカ、外からネプチューンスピア、3番手にプレミアクミコ、先頭はマタダメカ、1番ベストセーリング、プレミアクミコも懸命に追う。ベストセーリングがかわした。プレーマデンタールが2番手、先頭はベストセーリング、外から懸命にプレーマデンタール、内か外かほとんど同時。第3レース、1着1番2着11番3着7番以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。まずまずのスタートかと思います。さあ外が行くのか内が行くのか。逃げ宣言をしていたエアカレントが第3コーナーに差し掛かります。それから9番ダシッカセテネフシハ、外から1頭着外田中、縦長になってまいりました。そしてそのうちにチャピーグループ歴史にその名を刻むのは果たしてどの馬なのか。エアカレント先頭独走になっている。先頭はエアカレントまだ余裕がある。3番手にヒュールシュランク、内から懸命にイタノパイセン、先頭エアカレント、エアカレントが大きくリード。2番手にイタノパイセン、エアカレントが先頭だ。イタノパイセンかわした、先頭に立った、かわした。2番手に足つけせてネフヒカだ、内か外かほとんど同時。第4レース、1着3番、2着9番、3着8番以上のように確定しました。ゲートが開いて飛び出した14頭であります。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。逃げ宣言をしていたザンビエバンババンがやはり第3コーナーに向かいます。それから逆転ドムス、その後ろでやりましょうか。12番サボコさん、その内からは3番スクールデイズカミーズガスピリがこれを追う展開になりました。さあ長い戦いの最後には一体どんな結末が待っているのか。先頭ザンビエバンババン、もう完全に足が止まった。チノ、それから逆転のミス、先頭はザンビエバンババン、外から懸命にサブコさん、白い帽子、ああ先頭ザンビエバンババン、サブコさんが2番手、ザンビエバンババン、先頭サブコさんも懸命に追う、ああ内サブコさん、外ザンビエバンババン、内か外か非常に際どくなりました。ウィン5の結果をお伝えします。第1レースから順に8番、1番、1番、3番、12番、以上のように確定しました。